公共事業労務費調査の調査表の様式2の作成方法について説明いたします。ここからの説明は、様式2各種手当内訳表の説明です。手当を支給していない場合は、作成の必要はありません。工事名やイニシャルなど、全様式に共通する部分は、様式1から自動的に転記されます。まず、調査表左半分の、 A 割増の対象としている手当を説明します割増の対象としている手当とはあなたの会社で時間外休日および深夜の割増賃金を計算する際に割増の対象となる賃金に含める手当です超過勤務手当休日勤務手当は記入しないでください手当の名称は各社で実際使用している名称のまま記入してください 続いて、手当の日額、月額の区分についての説明です。支給している手当が日額か月額か当てはまる方を選択してください。インフレ手当が月額手当として支給されている場合は、様式2に記入し、インフレ手当、月額欄にチェックをしてください。なお、臨時の給与として支給されている場合は、様式2ではなく、 様式さんに記入してください次に手当の基準内外の区分について説明します記入についてよく質問をいただく部分です調査員はここに重きを置いてチェックしますので注意してください基準内外の別は下の表を参照して当てはまる方を選択してください区分表を説明します この部分は判断が難しいところですので、基本的な考え方を拡大して示します。具体的には手引きの基準内外の手当の判断例や Q&A を参考にしてください。ここに記入した基準内手当の計は、先ほど説明した通り、様式1へ自動的に転記されます。ここで様式1への記入箇所をもう一度確認します。 様式2の基準内手当の計、かっこ A が赤枠で示した A 欄へ自動的に転記されます。様式2の基準内手当の計、かっこ B が赤枠で示した B 欄へ自動的に転記されます。様式2のインフレ手当、かっこ月額にチェックを入れた手当が赤枠で示したインフレ手当、かっこ月額に自動的に転記されます。これで、 様式2についての説明を終わります。